テレビ、スッツ放送は、北海道スッツ郡スッツ町にある地元、家電販売店の株式会社、田中電気商会が運営するケーブルテレビ局である。前身は、1962年に南市町会商目的で設立された山の手地区テレビ共同受信施設組合。略称は、TVS スッツ町は、山間部に囲まれている上、日本海側に面しているため、 周辺中継局の電波を受信することが困難だった。このため各地区で共同アンテナを設置して、そこから優先放送で配信していた。その後、1962年に設立された山手地区テレビ共同受信施設組合が、1977年から3年間を費やして北海道総合通信局からの許可をもらい、北海道では 初めての個人放送局が設立される形で開局した。主に、スッ町内で行われるイベントを撮影し、放送している。放送時間は19時から短い時は20時頃まで、長い時は21時を過ぎることもある。また、イベント以外には、テレビ、スッ放送が、他の大手放送局から取材を受けた、際のテレビ番組を録画して放送したり、 家庭医療関係のビデオを放送したりしている。また、これらの放送時間以外は、テレビ、スッツ放送からのお知らせ、スッツ警察署による交通安全の呼びかけ、CD の売上ランキングなどが、静止画の形で放送されている。自主放送番組表は1ヶ月分の放送予定がまとめられており、毎月5日頃に新聞に折り込まれて町内に配布されている。なお、 自主放送のビデオは1978年分から保存されており、依頼があれば優勝で VHS もしくは DVD にダビングしている。テレビ、スッツ放送は人口の少ないスッツ町にあるケーブルテレビ局であること、北海道で初めて個人局として認可を受けたケーブルテレビ局であること、町の電気店の親子がたった2人で取材、撮影、編集、 放送を行っていることなどから注目を集めている。そのため、大手放送局の番組でスッツ町を取り上げる際には、テレビスッツ放送も取り上げられることが多い。これまでにテレビスッツ放送を取り上げた主な番組は以下の通りである。ありがとうございます。